リオちゃんとか、うん、おしちゃう分かることの方が少ない、うん、私は分かんないことが何か分かんない、うんうん、敬語使っちゃってる警察いるお疲れ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 様お疲れ様でーすこないだぶりでーすこないだぶりでーすなんか前回ねあの資産運用とかいろいろこう学んでみたけど実際どう、うん、やってみた、うん、そうだねあの、うん、そうだよね結構経ったよねあれからね結構結構経ったね、うん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 、1ヶ月近くは経ってるそうだね、うんうん、1ヶ月ぐらいかななんか変わったこととか、うんうんうん、チャレンジしてみたこととかそうだ、ね、なんかあったねまあ何にもしてない何にもしてない、うん、正直何にもしてない、うん、うん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 そうでも、ねうん、いろんな理由はあるそれはぜひ聞いてほしいんだけれどもこの間やろうねって言われてもうやる気満々で帰ったんだけれども、うん、すぐその翌週からめちゃくちゃ体調を崩してしまってでそのせいで全部の仕事が後回しになってめちゃくちゃハードなスケジュールを送っておりました、うん、というのもありますし、うん、あと一番大きいのはね、うん、あのね、うん、マイナンバーカードが必要確かに登録にね、うん、そうそう、うん、なかったんだよね私あっそっか、うん、マイナンバーカードが手元になかった、はい、うーんというのがありまして、うんうんうん、後回し後回しっていう感じになるほどね確かにね、うん、ここ一歩こう登録まで踏み出すのね、うん、ちょっと一壁あるよねそうだね、うんうん、でもなんかねもう気持ちはもう完全にやる気満々だったわけ、うんうん、めちゃくちゃやる気満々で、うんうんうん逆に時間が経ちすぎて、うん、もうなんか始めてると思ったぐらい、ね、そう気持ちは前のめりだった、はい、そうでもいろんな理由があってまだ始めてない、うん、ただ、うん明日の朝一で、うん、マイナンバーカードの申請を予約してありますので、うんはい、それがもう完了したらすぐに始めようと思っております、うんうん、そうですね体調も、はい回復されて回復しますさすがに1ヶ月近く経ってますさすがに、はい、1ヶ月ね前半の理由はもう全部言い訳、うん、嘘です嘘でしたねしたなんか、はい、そうかなって思ってたけど、ね、あの止めなかった恥ずかし32歳になって体調がとか言って恥ずかしかった運転免許証持ってる持ってないおーそっかそうだよねどっちか持ってるもんね、うんうん、ほとんどの人ね、うんうん、マイナンバーなんかみんな持ってるもんね今ね普通結構持ってる人多いよね、うん、本来始めやすいはずなんだよね、うん、うんね免許証はなんか取りたいとか思う免許は、うん、取りたいなんでだろう、うん、あのねもうね本当にあの全然車乗れないだろうなってずっと人生の中で思ってきたんだけれどもなんか旦那さんが車買っていろんなところに連れてってくれるようになってからなんかその長時間運転させるのがかわいそうだなって思って帰り道ぐらいは私が交換するみたいな、うん、なんかそういう手段がさ何も今ないわけじゃん私が運転できないから、うん、なんかそういう風にできたらいいのになって思う機会がめちゃくちゃ増えたのああここで買われたらいいのになっていう機会が、うん、だから免許を取りたいなっていう風に、うんうんあなんか素敵な理由だねそうなんかねめちゃくちゃ素敵やん素敵そうそう帰りのね運転変わってあげたいなみたいなそうそうそう優しいんだよね優しいねで今回この番組のテーマがゆるっと学ぶっていうところになっていて、はいはい、なんか資産運用のねガチガチのプロっていうところを、まあ、お呼びするのもすごいいいなと思うんだけど結構こう固くなっちゃうかなみたいのもあったりしてなんでこう私たちぐらいにねこうゆるっとゆるっと学びたい運用してるっていうような方をお呼びしましたはい、はい、じゃあ浅川さんお願いしますはじめまして浅川です。よろしくお願いします。浅川さん。浅川です。よろしくお願いします。浅川さんはあのどんなこう運用をされてるんですか？なんか本当に緩くて、もう毎月お金入れてるだけで、正直運用してなくて、なんか勝手に増えてく数字を見て、ふーん。って
なんか上がり下がりもふーんって見てるだけで、まあ、全然分かってないから、うんうん、帰った方がいいです。大丈夫です。そういうのがいいんだなみたいな、逆にそれもこう学びになるっていう。よかったよかった。いつからなんですか。去年の6月からで、今7、8ヶ月ぐらい。で毎月こう一定額入れてみたいのが、それもなんか入れるんじゃなくて勝手に引き落とされていく。設定したお金で勝手に引き落とされていくから、もう本当に何の感覚もなく毎月過ぎていく。なるほど。もともとなんか新聞見て、うんうん、あ、なるほどね、外貨はこうなってるのねって楽しめるかなって思ってたのが全く楽しめてなくて、何が起きてるかとかもさっぱり。去年から始められて、で今っておいくつですか。今31で、お二人おいくつです？今32です。ほぼもう1年違いか。1年違いだ。あ、じゃあお姉さん。いや妹さん。妹さん。それ乗り越えてください。同じぐらいで行こうじゃなくて。ちゃんと上下関係をきっちりしてください。きっちりしてくださいタイプだ。意外と。厳しい。厳しい。ちゃんとこっちが、こっちが上からってするタイプの。一瞬、もう同世代じゃんみたいな。つながりのって、同世代だから。線引きすごい。学校の部活の先輩ぐらい厳しいから線引きされた今。でもそんだけさ、近いならもうタメ口にしちゃう、うん、あ、逆にね。いけます、うんうん、全然いけます。いける、いける。タメ口にしちゃう、うんうん、その方が、うん、そうだら、お話しやすい。話しやすい。タメ口で。タメ口で。よろしくお願いします。嬉しい。タメ口でって言った瞬間にお願いします。確かに。朝霞さんは何のお仕事してるの？お笑い芸人をやってて、今6年目ぐらいで、25歳から始めて、全然若手で今も。気になる、ね、25歳の時にお笑い芸人、なんでそのタイミング？なんかその前はちょっとこうイベントを作る会社に勤めてて、でももともとお笑い芸人好きで、でその会社をなんかそろそろどうしようみたいな時に好きなことしようかなっていうので、きっかけでそこからお笑い芸人に。お二人は職業で言うと何になるんです？何になる？敬語使っちゃってる。厳しい。ルール厳しい。厳しい。敬語で言うぞって言うの。厳しい。待ってた曲がり角で。そのね、何かする前に捕まえてくればいいのに。ちょっとね、序盤からね、くるくるくると思って。敬語来る可能性あると。見てたんだ。教師出してくれたらいいのに。今の職業の話聞きながらずっと警察した。お忙しだったから今。忙しいね。なんだっけ、職業は何になるの？って前の会社で一緒だったんだけど、さくちゃんの方がディレクターとして先輩で、すごい私はいろいろ制作の相談とかさせてもらいつつ、映像の制作をずっとしてて、前の仕事辞めてからも関わらせてもらってるっていう感じ。前職が一緒だったから、すごくこう信頼してお仕事一緒にできるから、仕事とかね、お話ししたところで、じゃあちょっと あだ名を決めますか。お互いの呼び名みたいな、普段ね、でもなんて呼ばれてる、そのあだ名で呼ばれることある？もう今めちゃくちゃあるよね、私ね、なんかね、リオちゃんはリオちゃんとか、おしちゃん。おしちゃんはどこから来たの？おしちゃん特に由来はないんだけど、おしちゃんとかおしりちゃんとか、そういうおしりちゃん、感じ。でさくちゃんは旧姓だけど、私さくちゃんってずっと呼んじゃってるから、確かに私そうずっと旧姓のまま仕事してるから、それこそもうさくまとかさくちゃんとか、さくみくとか、さくみくって、そうなんかそういうあだ名が多いかな。下の名前が琴音なんですけど、
あの浅川の上の字を取ってあっちゃんって呼ばれることが多くて、あ、かわいい、あっちゃん、うん、あっちゃん、でもあっちゃんって呼ばれることが多いの。じゃあ、あっちゃん、さくちゃん、さくちゃん、リオちゃん、リオちゃん、わかりやすい、うん、ね、うん、リオちゃん、確かリオちゃん、あっちゃん、さくちゃん、これからもよろしく。終わるの？帰るの？嘘でしょ？何この話？飲み物も入ってないのに、お金の話とか全然気になるのに。だって三人とも指輪してるし既婚者？うんうんうん。確かに。ね。私はしてない。ああ。確かにでも芸人さんしてない人多い。この外してる結婚指輪っていつもお家に保管してる。家に保管するか、夫と会うみたいな時はお財布の中に入れて。うーん、つけてないと旦那さんは怒るとかじゃない？あ、全然怒らないんだけど、うん、あの夫がつけてないと私が怒るから、うんうんうん、それを示しがつくようにつけるようにしてる。旦那さんはなんか一緒にこの資産運用とかしてたりするの？いや、全くしてなくって、うんうんうん、なんか資産運用とかももう本当夫は全然考えてない、もうなんか貯金しとけばいいでしょぐらいの、うんうんうん、とりあえず将来に向けてなんか老後のために貯金しとけばって思ってて、うん、で私は私でその何かあった時用に自分のお金をって思ってるんだけど、やっぱ収入がそんなに良くないから資産運用とかで増やすってしていかないとたまらない、私の場合は元値があるわけじゃないから、うん、って思って始めた。いろんな理由ある人がいると思うけど、私は増やしたいから、もう本当ピュアにお金がないから増やしたい、うん、なるほど。貯金だけじゃなくて運用をちゃんとしてこう増やしていきたいっていう、増やしていきたい、うんうんうん、そうか、そっか。じゃあ芸人さんってそういう同じ感じの人多いの？もう大概は同じか、下手したら私より全然下。その月に給与が発生してたら封筒が届くの、うんうん、この封筒がまず1年間届かない人っていうのがいる。要するにそのお金が発生した仕事をしてないっていう人がいるぐらいだから、もう全然稼げてないのが本当 9.5 割稼げてない。うーん、同じように資産運用してる人はいるの？みんな資産運用したいけど、うん、なんか怖がってる。詳しい人もやっぱり周りにいないしっていうのでやっぱ始められない。みんなもう本当アルバイトしかやってない子たちだから、詳しい人がとにかく周りにいない。なるほど、なるほど。あっちゃん的にはさ、始める前と今、まあ、運用してみて、なんかそのなんだろうな、怖さみたいな、なんかそういうところとか実際感じた？突然このお金なくなることあるんだとは毎回思う。その毎月一定額入れてるからどんどんお金が増えていくから、なんか突然日本に何かあってポンってなくなる日が来るし、それは突然アプリで知らされるんだとは思う。その怖さはなんか常にあるにはある、うんうん、確かにその国のね、あの状況とかによって、で、あと会社の状況とかによってね、なんか元本割れとかでこうね、そうマイナスにいっちゃったりとか、急になったら怖いですね。怖いなっていうのはあるけど、うん、下手に他のを買ってるよりは少ないのかなと思ってて、そう、何せそのなんか自分で何かを選んで買ってるっていう形よりは、プロにお金預けて、そのプロが勝手に運用してくれてるから、やっぱプロが一回挟まってるから、うん、そこに行こうって思える分、うんうんうん、なんか全然違う気持ちの持ちようとしては、うんうんうん、初めてあの資産運用の初心者とかだと、やっぱりこうプロを通していろいろ運用してくれるっていう方が結構安心するよね。安心、自分自身のこの、ま、学びもこう深めないとなって思いつつも、やっぱり最初はプロのアドバイス欲しいって思うし、私は分かんないことが何か分かんないから、うん、むしろその2人の質問を聞いて知りたいって感じ、うん、もう何を質問したらいいか分かんないかも今、うんうんうん、じゃあ今日ね、うん、あのあっちゃんにもいろいろこう運用状況というかね、いろいろ聞いたりとかしましたけど、リオちゃん的にはなんか気持ちに変化ありました？ね、さくちゃんはその資産運用の先輩だったわけでしょ。
で、あっちゃんはもう少し先輩なわけでしょ、うん、なんかこのちょうどこのなんか3人のグラデーションっていうので、なんか意外とその分かんないことも多いし、本当にゆるっとやってる人もいるんだなって思ったし、でさくちゃんに関してはその期間が短くっても、あの結構前向きにいろんな知識をつけようつけようっていうタイプで、なんかそれぞれのパターンがあるんだなっていうので勉強になった。あと安心した、すごい大丈夫なんだなと思った。しおちゃんさすが、すごい、おそらく1ヶ月後にこう言えてるはず、ね、はい、ということで今日はここまでです。では皆さん、チャンネル登録、グッドボタン、よろしければコメントもお待ちしております。じゃあバイバイ、バイバイ。ウェルスナビ始めてみて今このような金額になっています。現状ですとプラスという金額が出ています。で日々こう金額を追っていると、赤字でマイナスが出たりですとか、こう青字でプラスが出たりと、こう金額の変動があるなという印象です。でまだこう始めたばかりっていうところもあるんですけども、あまりこういう金額のこう上げ下げに一喜一憂せずに、こう長期で金額見ながらこう運用を続けていこうと思います。